こんにちは。当院で行っているセラミック治療についてご説明させていただきます。当院で行うセラミック治療は、親美性に優れ長期的に安定した良質のセラミックを使用していますので、美しい仕上がりのかぶせ物が出来上がります。ルーペを用いることで削りすぎや削り残しのない適合性の高いかぶせ物を作ることができ、二次的な虫歯や歯周病を防ぐことができます。仮歯を装着しますので、治療中も日常生活に支障がありません。かぶせ物、詰め物には3年間の保証をつけておりますので、安心していただけます。それではセラミック治療の流れをご覧ください。来院1日目、当院のスタッフが患者様の気になっている部分をお聞きします。次に患者様のお口や歯の状態を確認するため写真撮影、レントゲン撮影、虫歯の検査、歯周病の検査を行います。親美性に優れ長期的に良好なセラミック治療を行うための資料取りとなります。資料が揃った段階で歯科医師による治療計画の立案を行います。美しくかつ噛み合わせを重視したかぶせ物の素材や種類などを選びます。来院2日目、患者様に最適な治療法を説明いたします。金属に比べセラミックのメリットは、見た目が良いという点、金属アレルギーがない点、にじむ虫歯になりにくい点、プラークがつきにくい点です。歯の部位によって選べる素材が変わってきますので、詳しくは当院のスタッフまでお尋ねください。まず痛みを最小限に抑えるため、表面麻酔を施した後に局所麻酔を行います。次に虫歯を削ってセラミックの詰め物やかぶせ物が装着できる形にします。削り残しがないように虫歯検知液を用いてチェックしながら歯の形を整えます。最終的なかぶせ物の型取りを行います。保険診療では使用できないシリコーンという材料を用いることで、より精密な型取りが可能となります。はい、大丈夫です。必要に応じて歯と歯茎の境目のわずかな隙間に専用の糸を入れます。これによって境目を精密に型取りすることができるため、ぴったりとフィットしたかぶせ物を作ることが可能となります。その結果、虫歯にもなりにくく長持ちするかぶせ物が出来上がります。ご自分の歯とかぶせ物を同じ色にしてより美しく見えるようにするために色合わせを行います。当院では熟練した歯科技講師が立ち会うことにより、より調和の取れたかぶせ物の製作を可能にしています。歯科医師と技講師が患者様の1本の歯について真剣に話し合うことで、より正確なセラミックを作り上げます。提携技巧所での製作期間は1週間から10日程度です。来院3日目、出来上がったセラミックのかぶせ物を装着します。最後に調整と研磨を行います。これで治療完了となります。装着後は治療効果を長持ちさせるため、歯科衛生士による定期的なメンテナンスにお越しください。美しく自然なセラミックの歯に変えて、素敵な笑顔で生活を送ってください。私たちは総歯周辺の患者様に満足していただけるセラミック治療を提供しております。
セラミック治療を受けることで大きく生活が変わることもよくあります。実際に治療した患者様からは生活が変わったと嬉しいお言葉もいただいております。ぜひ当院でセラミック治療を受けてください。当院ではご覧の価格でセラミック治療を提供しております。保証期間を設けていますので、万が一の時にも安心していただけます。その他詳しいことは当院のスタッフまで遠慮なくお尋ねください。